はい、えー、おはようございます。笹でございます。リスプネタです。えっ、ー、とね、まあ、あの昨日あの、英語版のリスプレジットにですね、えー、投稿しておいたんですよ。えーまあ、ちょっと新しいお遊びでですね、統計、えー、ライブラリーを作ろうってことでね、やり始めたんですね。こ、えと、ー、の発端はね、あのリスプスタッドっていうタ,ターナーさんって言ったかな。 あのが作ったあの統計パッケージなんですねかなり本格的なものでえっ、ーえー、とエクスリスプで動いててね私その本を読みながら統計学の勉強も兼ねてや動かすようなあの覚えがあります。 1990年代だったと思うんですけど今からおよそ30年ぐらい前だったように思いますえリスプっていうとねこう私の頭の中には人工知能への応用っていうのが頭にあったんでそれがその統計学に応用するっていうのがなんか最初はこうキーな感じをしたんですけども、えー、でもまあ,あの振り返ってみるとあそうかリスプっていうのは統計学に においても役に立つしその、えー、そんな時代もあったんだなぁと思ってましたけどねウィキペディア見るとねその頃一斉不備したんですけどもねその後ある言語にだんだん置き換わっていったみたいですね統計関係は。でもまあもともとリスプっていうのはそういうのをこなすポテンシャルはあ,あったんですね。えー、てなことでねまあこういう風なのもちょっと統計の勉強を兼ねてやってみるかなと思ってまあ とりあえず皆さんどんな反応かなと思って英語版レディットに投稿してみたんですけども、えー、13アップボートで85%アップボートレートだからまあ悪くはないですねえっ、ー、とまあこんなやつ <laughs> 時々叩かれるんだよね数学ネタとかねえっ、ー、と本当わかりにくいなあのはこの間あれだよチャイティンさんなんてもう <laughs> 本ゼロゼロだったからねボートレートがねあの <laughs> ゼロになったことはさすがにマイナスにはなってなかったけどよほどなんかこう不評だったみたいなんですけどだから統計学なんていうのもリスパーに受けられるのかなと思ったけども意外とそうでもなくてきっと皆さんあれでしょうねあのえっ、ー、と X リスプとかあのリスプスタットってやっぱ懐かしい方いらっしゃるんだと思いますよえっ、ー、とやっぱり当時あ俺も使ったわみたいなね 方いらっしゃいないかなと思ってんですけども、ああよかったよかったって感じですね。だからまあこうやっておけばあの私がね拙い統計学のあの勉強の知識を頼りにして作って間違えてもですね、おいおいそれは違うぞみたいな感じで誰か救いの手を差し伸べてくれるんではないかなっなて、えー、思ってます。 でさらにね、GNU プロットも、あと、パイプを通して動かせるようにしてるんで、この、えっと、スタッドのライブラリーと GNU プロットを組み合わせれば、あの、昔のね、リスプ、スタットみたいなこともできなくはないんだろうな、なんて思ってます。まあ、あれこれ、こうやっておけば、誰かしら、あの、興味持ってくれて、続き俺やったるよ、みたいな人がね、現れてくれると嬉しいな、なんて思っております。はい、そういうことで、リスプンタでございました。